はい、ということで本日もやってまいりました、フルハラジサ TV よもう皆さんお分かりの通り、今日のですね、コラボ相手は大物 YouTuber の鈴木優太です。よろしくお願いします。優太と申します。よろしくお願いします。ちょっと声ガラガラちょっと結構昨日飲んでた。違う、早い時間まだ12時とかだったちょっと寝起きで得意屋のちょっと声ガラガラがね。いやでもさ、優太が昼がいいって言ったんじゃった。いやでも夕方からちょっといつも配信してるんで。あ、そういうことか。そうなるほどね。だからいつも夕方ぐらいに起きるんだけど、なるほど、ね、今日はちょっとね頑張って早起きを。ありがとうございます。で、そもそもね、その、ゆゆうたくんと、まあ、俺が、なんで、じゃあ知り合ったのって、結構多分接点がマジわからないみたいな人多いと思うんだけど、まあ、共通のね、知り合いがいて、で、よく、まあ、ゆゆうたとは、スマブラをやるという、そういう感じですよね。そう、なんか友達が、なんか、その、ご本茶のレッド連れてきたみたいな、そういう感じ。俺もびっくりして、だから来た時にご本茶のオープニングも大音量で流して。毎回やんだよ、これ、飽きずに。しかもなぜかゴーオンジャー VS 激レンジャーのやつが毎回入ってきたら流れて、俺が入ってきた瞬間に俺がこんなフリモードみたいな。やめろよっつって16年ってすごいな。そうだよ、言うて何歳？今35だから。 35？ でも俺16年前って言うと19歳だから、もう卒業してる頃なんだよね。そうだよね。全然卒業してるでしょ。そう、もう隠れんじゃーとか。今日、今年30周年ですから。おぉ、隠れんじゃーが。え、じゃあ5歳だったんだ俺、隠れんじゃーの時。そう。うわぁ。ビビるよね。へぇ。ゆうた自体はゴーンジャーは知らなかった？そしたら。ゴーンジャーはね、名前だけ知ってた。あ、そうなの？うん。あ、それで俺が来るってなって、あそこに流してたってこと？そう。ふざけんなよ。いや、だって、さすがに戦隊は見てなくてもね、名前ぐらいはわかりますよ。いや、そうだよね。なんか、ゆうたの YouTube あれから結構見たりとかしたらさ、引っ越した理由が結構やばくて。あー、そうだね。闇バイトやらないやらの。何、あれどういうことなんだあれ。じゃあなんか俺の命を狙ってる勢力みたいなのがあって、どういう戦隊ものでいうところのそれがずっと俺をピンポイントに狙い続けて。やばくない？そう。闇バイトに、鈴木優太の、なんかスマホやら、なんかその個人情報やら、あとなんか知んないけど、その炊飯器を盗んできたら50万みたいな。なんで炊飯器なんだよ。そう、後から聞いたら炊飯器っていうのは、なんかその貴重品の隠語みたいな。やばい。なんか諸説あるらしくて、炊飯器にスマホとか入れると、その電波が遮断されるから、その、特定されにくいみたいな。なるほどね。そういういろんな諸説があるみたいで。やばい、ね。そう、それで前住んでたところに、その偽の公務員と警官来たから。やばい、怖っ。刑事です。どうしたそれ。で、出たのそれ。え、出て、でもなんか明らかに挙動がおかしかったから、警察手帳ありますかって言ったら、ないですって言って逃げられて。え、やばっ、やばっ、怖っ。マジでびっくりした。まあ、ゆゆうたの動画とかで、まあ、いっぱい面白いなんじゃん。それこそいろんな有名人の方とさ、コラボしたりとか。ああ、はい。でさ、俺今日、ゆゆうたと初めてコラボさせてもらったんだけど、この感じでコラボしてんのみたいなのが正直あって。あ、もうこの感じで。いや、早いよ、とにかく。僕がここ来てから、30分足らずでも収録終わりましたから、僕の、その、ゆゆうたの方のチャンネルに出る動画は。いや、早すぎて。いや、まあ、だってね、楽なんですよ。その、だってね、弾いて歌って、はい、あざしたみたいな。いや、だって、来て、普通に、だって、ゆうたさ、ゴーンジャーさ、曲知らなかったわけでしょ。曲は、ね、来た時に流したらいいから。いつも俺が、あれでちょっとは知ってたから。あれでちょっと知ってた。知ってたから。でも、あれが、あれだけだよね。だよね。だから、その、オープニングのところとか、全部、さっき来てから練習したでしょって。そうだね。でしょ？前練習しないの？いや、前練習はね、なんか、なんだろうな、しようと思うんだけど、ちょっとベッドで寝ちゃって。もうやばいじゃん。でもね、5分でできるから、そこは。もう、そこはもう任してほしいでもね、この能力俺めちゃめちゃ欲しいわ、言うダメ。俺これしかねえやから。俺からこれ取っちゃったら何にも残らないんで、やめて。なんもない。もう俺ただの社会人者だけがこれマジで。いや、もう。ただの不適合になっちゃう。まずいって。ちなみに一番なんか来てテンション上がったコラボ相手って誰？テンション上がったコラボ相手。誰だろう。いや難しいな。結構みんな上がるからな。まあそうだよね。いやでもやっぱ
安かなぁ。いえぇさすがに。ゆゆーたもそういう。さすがに安になってくる。さすがすぎる。これも本当に。今一番テンション上がってます。ゆゆーた、なんかうん、またハイボールかなんかのやつ持ってくればいい。いやいやいや、そう、毎回ハイボール持ってくるから、俺ハイボールでバカ酔いするのに。そうだよね。すごい、もうハイボール弱いんですよ。今日ね、コラボするようになって、ちょっと今持ってくるけど、ゆゆーたにね。ハイボール大好きだから。ハイボール大好き。これ日本ゆゆーたにこれ。これを持ってきてさ、こんなん一生かかっても飲めないでしょ。何これ、だからこれ終わるんだよ。次ここでスマブラ会やるときにこれ使おうっていうね、うん、だってこれカルピスの原液みたいなもんよ。これもう何年かかんだこれ飲み終わんのに。ゆうたは、はい、そもそもね、はい、この音楽配信をしようと思ったきっかけってなんだ。あー、なんだろうね、もともと俺5歳からピアノやってて、おーおー、でもともとその新卒でクソブラック企業入っちゃって、そう、建築関係の、うんうんうん、でなんか残業がまあ多い時だと200とか300時間とか、で、そのもう週休2日じゃなくて、その家に帰れるのが週2日みたいな。やばいね。そう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 、だからもうあの事務所に段ボール敷いて、そう3時間寝て、なんか夜勤終わったらそのまま朝礼出るみたいな。そんな時代だったの。そう、そこでね、一回精神がおかしくなって、うん、このままだとあかんと思って、もともとニコニコ動画っていうものがあるじゃないですか、うんうんうん、ちょっともう息抜きで配信しようみたいな感じで、仕事しながらちょっと配信してみたら、とかなんか動画投稿してみたら、なんかちょっと見てもらう人がだんだん増えてきて、あ、これおもろみたいな、うん、感じでやって始めたのがきっかけだね。なんだろう、もう歯車の一部すぎて、もう自分がなんだかわかんなくなっちゃって、おかしくなっちゃうのよ。だから俺を見てくれみたいな気持ちで、承認欲求の延長線上でね。なるほどね。そう、まずこれ100万人にいつ達成したの、 YouTube 始めて。100万人はね、多分2年ぐらいかな。早っ、マジで。あのね、なんか24時間ぶっ通しでピアノ弾けるのかみたいなことやったことあって、その配信で24時間つけっぱなしで、おうおうおう、でそれでなんか20万人ぐらい増えたんだよな。マジで。そう、俺もやってみようかな、それ。そう、何語ればいいのそれ。そう、24時間ピアノ弾くだけで、なんかね、すごい良かったんだよね。そう、ヒカキンさんとかもスパチャしてくれたりして。マジで？ちょっと、その時はもう、あ、俺が地球の中心におるや、みたいな気持ち。いやいや、やばい、ね、気持ちよくなっちゃって。すごいね。みんな、なかなか真似しづらい部分あるよね。そうだね。だって俺、最初に有名になったのが多分、ニコニコで、あの、俺、住所特定されたもん。しかも、職場、まだ働いてた時に、家帰ってくるたびになんか家になんかなんかお供え物とかされてるみたいな。マジで？そう、一番ひどかったのが、あの、ドアスコープあるじゃん、覗くやつ。あそこに鼻くそつけ見えねえな、みたいな。そういうのって大体活動休止になっちゃうんだよ、そういうことされると。でも俺はもう、なんかここしか居場所なかったから、悔しいと思って、その住所を歌詞にして歌にして、あ、聞き語ったら逆に、こいつやべえよ、みたいな感じになって。こいつ、頭おかしいんじゃねえか、みたいな感じで、逆にちょっと、熊に襲われたら逆にこう逃げないで立ち、なんかこうしろ、みたいな。立ち向かうみたいな。そう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 。うわぁ。のマインドで言ったら、なんか何とかなったみたいな。この精神が割と今のこのゆゆーたの、やっぱそのチャンネルを支えてる、やっぱ一つのね、根底もあるよって、ね、ダメならしょうがないが、もう、ね、もう大丈夫、うん、でもさ、もう今は仕事を辞めて YouTuber 一本でしょ。そうだね。でしょ。もともと俺仕事はもうずっと辞めたかったんだよね。でも辞められなくて、住所もバレたから、そのままあのゴミ漁られて職場もバレたのね。やばっ。まあ、そのゴミ漁り人いた。アパートの外のなんかそのゴミボックスみたいなところビリンってやられて、でそこで俺の会社の情報が分かるやつが出てきて、マジで。で職場バレて、俺のその職場宛てになんか俺への予告のマックスがザーって止まんなくなっちゃって、やばマジ。鈴木優太をみたいなのがマックスで無限に届くようになって、マジで。でそれで俺なんか辞めるきっかけをもらったというか。ちょっと待って、俺なんかさ、さっきからそのうん、結構物騒なさワードが出てくるんだけど、はい、なんでゆうたがこんないいやつなのに、こっなきゃいけないのか、ちょっと俺の中であるんだけど。いや、その昔ニコニコで活動してた界隈が、結構そういうやんちゃな視聴者が多いみたいな。ニコニコってのも結構いろんな界隈があって、そう、結構危ないところもあって、そのスラム街みたいな。ニコニコの中のスラム街があんの？そう。俺そのスラム街で産声を上げたみたいなのがあって。何それ。そっかね、スラム街があんだ、ニコニコの。そう、そんな感じだから、スラム時代の同胞みたいなのが、
お前何ニコニコせで YouTube 行ったんだよみたいな感じで。マジで。だから俺は一生これを背負い続けるんだろうなみたいな。うーわー。だからまあそれは全然俺のもう中のカルマとして、ね、うん。だいぶ160万人いたらさ、安定してるじゃん、ぶっちゃけ。まあ、安定は分かんないけど、でもね、収益って全然関係ないんだよね、登録者数。そうだ。うん。あくまで動画の再生数だから。あ、だから、100万人いても、もう飯食えねえって人って全然いるんだよね。マジで？うん。え？そう、動画がもうなんか伸びなくなっちゃってみたいな。そうなの？そう。100万人って実は飾りなんすよ。マジでめっちゃ目指してんのに俺。いやでも目指す、俺も目指してやってたから、うん、そう、でも、いや、称号みたいな感じなんだけど、うん、100万人超えて、一つの目標達成したじゃん。はい。ゆうた、次何目標にしてんの今。いや、俺はもう、現状維持というか。現状維持マジでその、YouTuber って、頑張って現状維持なんだよね。うん、要は、何もしないとこうだから。なるほどね。そう、頑張って初めてこう、平行線になるっていう。あ、そうなの？そう。俺はもう頑張って高専をこのまままあなんとなく人生過ごしていければいいなと。まあでも正直俺からするとゆうたって天竜人みたいな位置だからさ。そんなことない。そうやめて。10万人とかだって2年でしょ、うん、俺も2年なのよちょうどやって。ああそうで、なんか YouTuber の大先輩としてなんか俺へのアドバイスみたいなのを教えて。アドバイス、うん、そうだね。やっぱりね、 YouTuber って言うてネットで生まれたもんだから、うん、ネット人のそういうミームとかに詳しくなるというかもしれない。ミームって何？ミームっていうか、その、ネットスラングみたいな、そういう、こうするとこうだぞみたいな、やっぱりその、おもろい人たちって、そのなんか、ジャンプの巻末とかにあるような、そういう人たちが、なんか、うごめいてる場所って、まあ、昔で言ったら2チャンネルとか、そういうところの用語とか、そういうのってね、宝の山というか、そういうネットスラングを歌にして、うん、なんか伸びたりとか、そういうことをもうしたりしたんで。できな、ネットスラング。どう俺がこのチャンネルで扱うか、ネットスラングを。いやでも、だからもう方向性が違いすぎて、アドバイスできやんの。俺は基本ヒーローとのコラボがやっぱ多くて、うん、自分のまあ夢としては、絶対に俺のチャンネルを見たら、この戦隊知ってるっていうのが一個はあるようなチャンネルにしたわけ。あー。そう。なるほどね。ショートで変身シーンとか、ああ、上げたりして。ああ、ショートはちょいちょいだけど、うん、まあそんなでもそこまで力まだ入れてなくて、やっぱショート時代は、うん。いや、ショートで伸びるっていうのは結構ある説は。俺はあんまやってないけど、うんうん、だからショート系 YouTuber とかも増えてきて。ああ、なるほどね。ショートは別に収益とかは全然ないんだけど、うん、そのおすすめに乗れば、なんか TikTok みたいに伸びやすいみたいな、あ、まあ、確かに説はあるから。そしたら確かにそのチャンネル登録者数も増えるもんね。まあ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 。あと、あえてその、俺みたいに、他の全く関係ないやつとコラボした方が、あ、まあ、他からの理由とかもあったりするのもあるのかなっていう。確かに。いやだから俺が今回そのゆうたとそのコラボをさせてもらった時とかに、うん、どういう風にそのゆうたとねコラボできるのかなって考えた時に、やっぱヒーロー味は残していきたいなっていうのがあって、まあ、それはそう。それでやっぱりその自分がそのやってたゴーオンジャーっていう曲をゆうたにしかも弾いてもらったら、それはそれですごく嬉しかったし、まあ、それはもうだから割と親和性高いコラボになったんじゃないかな、ね、確かに確かに。だってそのゴーオンジャーのだってさ、なんかオープニング YouTube で3000万回再生とかされてんだよ、うんうんうん、でもその中でヤスが YouTube やってるっていうことを知ってるって人が何パーセントいるんだっていう、まあ確かにそうやって考えたら多分あんまいないんだよね。俺も始めてから2年だし、そうそうそう。だからやっぱりでもその特撮ファンの人たちはもうやってるって知ってるじゃん、うんうん、でもその特撮ファンの人たちの中でしか浸透しないから、逆になんか結構そういうマルチな YouTuber とかとコラボすると、うんうん、やってたんだみたいな、なるほどね、みたいな感じで、それ新しい風みたいなの、はいはいはい、まあ、全然その隠れた名店みたいな感じでやっていくなら全然、なるほどね、そのいや隠れた名店じゃ嫌だ、嫌だから。じゃあもう誰とでもコラボしたらもう知り金になってもらって、はい、全然だから知らない層をやっぱそうやってなんか知ってもらうってのは大事だよね。そうだってゴーンジャー知ってる人に対してやっぱりその YouTube やってるってことを知ってる人が少なすぎるから、あ、確かに、ね、うん、それをいかにね、どんどんこう一緒に持っていけるかっていうのはすごい大事なのかな。確かに。でもそうやって考えたら俺今回のゆうたとのコラボっていうのはめちゃくちゃありがたくて、うん、こんな感じでコラボできるっていう風にまず思ってなかったし、はい、うん、でゆうたがこんな快く引き受けてくれると思ってなかったら、はい、本当にゆうたには感謝してます。いや、ありがとうございます。正直酔った勢いで答えたところ。
俺ハイボール食いやがいいよこれ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 違うよあいいよどうだよねいや全然でも結果良かった嬉しかったです本当に、はい、いやいやいや、はい、面白いことですだから、まあ、僕のチャンネルとゆうたくんチャンネル同時にアップしようというふうに思ったりとかするんで、はい、やっていこうと思うんだけど、はい、音楽系大物 YouTuber 鈴木ゆうたとのコラボでしたありがとうございましたレッツゴーオン今回の動画はなべさんの提供でお送りいたしましたなべさんありがとうございますチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。